おい、ピールで。なんてこったい。落ちちゃった。幽霊なんちゃった。死んじゃった。あ、ここだと、あれなんだ。気づかない、誰も。娘放題じゃない？はて、今、人の声がしてるような。オオカミさん、あなたなんですか？はい。ふむ、返事がありますね。やはり気のせいだったっけ？聞こえないで、やっぱ。こっそりお願いしますか。お祈り。こっそり宿行けねえかな。こっそり、お、休める、こっそり。ありがたいね。MP 回復できる、これで。誰が話した気のせいか。しかし、あの話は本当なのか。この世界のところに真実の姿は不思議な亀があるという。ラーの鏡だね、多分。ここだろう、真ん中のでかい町。ここなんだ。お、犬は気づくのか。ワン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 。どうしたのかしらね、つって。まあ、ベスター、誰も来てないのに、誰か、誰もいないじゃないかよ。変な子ね、さあ、いらっしゃい。気づいてないね。ベスター、どうしたのかしら。犬は気づいてますね。うーわんわん。うー、じんじんじん。薬草。あー、このような、遊ぶのできたらな。北側に行くな。ここね。チーメタ。今話し声が聞こえたよな。この井戸の中で何してんのこの人は。まあ敵はあんま変わんなそうだね。勝てないからシールドこそ。シールドこそ強えな。ここかい？危険、小屋の井戸に立ち寄りかす、夢見る宿や。お、なんだ、それっぽいのあるじゃないですか、なんか。不思議な光が漏れてる。お、これもしかして戻れてない。戻れたんじゃない？色が違うぞ。お、時間軸的にはどれくらい経ってるのかわかんないけどね、これ。やばい、死ぬ。レベル上がんねえかな。レベルアップ。くしゃげて。いる？おっさん。おい、嘘だろ。こいつが主人公だからいけたんかな。戻りましたと。ね、主人公だからさっきいけたのかもね。他の人が行ったら死んじゃうとかあるのかな、もしかしたら。ちょっとね、戻ってくる。シールド小僧にてはやばい。戻ってきました。そろそろバザーも終わりよ。じゃ、セーブしとこう。だいぶ金溜まってんな。あの、ここで持てる装備はもう全部あるんで、まあ、特に気にする必要ないかな。このまま行っちゃいましょう。特にボスいなかったね。ボスと戦おうかと思ったけど、未だボスなし、練習なし、みたいな。まあ、特技覚えてないんで、よし、眠れました。まあ、特に特技ないんで、まあ、敵来たら結構やばいかもしれないよね。まあでもなんか、シールド小僧とかのダメージ効いてなかったんで、まあ戦えるかな。まあ仲間も加入するだろうけど。よかったよかった。看板の職人はですね、戻ってきたんです。おーし、来た。お礼にタダでくれ。まああなたね、お父さん助けてくれ。お父さん話を聞いて心配したよ。あなたは奥であなたのために看板を作ってるわ。最悪元気な顔見せてあげて。いやいやいばー。なんじゃ、わしは今忙しいんじゃ。もしかしたらわしのせいで命を落としたかもしれん。このためにこうして看板を。おお、お前さん生きておったか。うん、無事だにある。こんなじじいの顔に若いあんたが死んではな。あ、いい人、いい人。ほう。さて、お前さん、精霊の冠の中に来たんじゃろ。これ、できたてほやほやじゃ。お、装備できる、それ。精霊の冠を受け取った。ナイスー。儀式用のね。命の恩人のお前さんからこのお金を取ろうとは、まあ、村のみんなが待っておるぞ。早く帰ってくる、帰ってやるといいだろう。いや、めっちゃいい人じゃん。
精霊の冠。ありがとう。僕はあんまり強くないみたいな。防御力ないみたいな。大事なものみたいな。まあそりゃそうだろうな。儀式用のやつだからな。壊しちゃまずいし。じゃあ帰りましょう。キメラの翼使ってもいいな。鳥肌立っちゃった。夢中。まあちょっと渡っちゃいますか、ここ。6レベルにしたいんで。まあレベルアップできるかわかんないけど。このブチスライム強い。ねずこ。戻りました。お、夕方すっかり。